えー、今回は、えー、リタイミングと、えー、マスクを使った遊びですね、を紹介していきます。えーまあ、このような動画ですね。うん、はい、このように、最初は普通に水が流れてるんですけれども、指がフレームインすると止まる、離れると フレームアウトするとまた再び水が流れ落ちる。このような演出方法。リタイミングとマスクの使い方ですね。とっても簡単にできますので、これの方法を紹介していきます。ではまずですね、用意するもの、撮影素材ですね。はい。ではまずこのような撮影素材があります。 はい、このような感じですね。まあ、3回指がフレームインしてという、まあ、ええー、という感じのものですね。で、常に水は流れています。ではですね、まず何をやっていくかというと、素材をコピーして、えー、貼り付け、複製します。で、音は1個いらないので、消します。で、上に乗せます。まあ、簡単ですね。で、何をするかというと、この上に乗せた、 え、クリップにマスクエフェクトのマスクを描写を入れます。すると、このビュースクリーンのところで、ペンツールが出来上がりますので、切り取っていきます。このように、水が出てくる影響をするところですね。枠の外に行くためには画面を小さくしてください。このような感じですね。ざっくりとなるべく。 縁のところですね。この辺あたりもマスクで切っていきます。こんな感じですね。こういう映り物とかあるときは撮影気をつけていきましょう。で、えー、これが今どのような切り方になっているかというと、このようになっています。まあ、この切り取りは後で修正もできますので、このように修正することができます。では始めていきます。 で、再生して指が入ってくるところ。この部分ですね。まあ、入りかけ。このあたりでも止めていきましょう。取り方は、上の部分を選択して、このビューワーのところの時計アイコンをクリックして、静止。すると、この部分に赤い静止っていうところが出ますので、再生すると、 このように水が止まっている。静止画像になりますね。そして、えー、切ったところ。で、音声も切りましょう。で音声を右クリックでオーディオ切り離す。を選択。で、今度指が離れるところまでこの静止を引っ張っていくんですが、えー、1フレーズずつ進んで、矢印で進めていきます。ここで、 静止画を伸ばしていきます。このインジケゲーターに合わせていきますとで。再び音声もこの動き出すタイミングに合わせて頭合わせしていきます。再生すると。 はい、こんな感じですね。で、同じように指が入ってきまーす。もうこの時点で、ちょっと緩やかに入ってきちゃったんで、えー、インパクトはないんですけれども、ここでもう一度、えー、ここで一度あれですね、音声をカット。そして上のクリップは、時計アイコンをクリックして、静止を選択します。 静止を選択します。で、また静止画面になります。で、出ていくところ。この辺、辺ですかね。で、静止のクリップを伸ばしていきます。このような感じですね。はい。 で、そこに合わせて音声をまた頭合わせにしていきます。再生すると、止まって、離れるっていう感じですね。また同じように入ってくるときに、音声を切り離し、クリップを、上のクリップを選択し、時計マークの静止で、また出ていくところに合わせて、 静止を伸ばし、そこに合わせて音声を頭合わせにするで。すると、最初から再生すると、止まる、離れる、止まる、指は動いてるけど、水は止まっている。同じですね。 はい、こういうことです。まあ、魔法を使ったような感じっていうのができますね。で、やっぱりちょっと上のこの部分が、えー、多分体が映っちゃってるのか、三脚かな体かなが映ってるんですね。で、ちょっと気持ち悪いので、上にもう一回足します。でですね、えー、この何もない部分っていうのを選択するんですが、マスクを描写を一回消します。えマスクを描写を再びもう一回入れて、 新しく、この部分に合わせて、カッティングして、マスキングしていきます。はい。で、えー、もう一切動かないように、一番ドアタマの部分、何もない部分で、こちらも時計マークの静止画を選択して、ずっと後ろまで引っ張ります。そして、カットすると、 常にこの部分は最初の画面の画像のままですね、に合成されています。体の線が映ることはありません。まあこのようにですね、まあマスク取りタイミングすることで遊ぶことができます。えー、例えば交差点でたくさんの人が並んでいるところで他の人々は時が止まっているけれども、二人だけが抱き合うみたいなバンシーンを撮れたりすることができますね。 まあそういったことも、えー、いつかできたらなとは思いますので、えー、またご覧いただけたらと思います。まあ今回は簡単な、えー、リタイミングとマスクによる遊びの演出になります。まあぜひ皆さんも応用して使ってみてください。今回は以上です。ありがとうございました。